はいどうも皆さん、コンデジデジタル知識ゼロのデジ君です。いつもこの道場に来ていただきありがとうございます。このチャンネルではデジタルに関する情報や商品レビューをお送りしています。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録、さらにはコメント欄で感想など書いていただけると嬉しいです。はい、今回皆さんにご紹介するのはフリーメールソフトサンダーバードをより快適に使いこなすための方法、アドオンについてご紹介していきたいと思います。いいよデジ君式デジタル道。はい、その前に皆さん、アドオンご存知ですか？昔流行った格闘ゲームストリートファイターありましたね。あれに出てくるバッキバキのね、シックスパックのムエタイ選手、あれはね、アドンでしたね。新時代はこの未来だって歌ってる人、それはね、アドね、あれはね、うん。そのアドさんがね、ゴルフね、こうやってカッとやってたりしてね、うまくグリーンに乗せた時、ナイスオンなんてね、アドオンなんて、違う、もうそのアドオンじゃない。アドオンが何かというと、プラグインとかアドインとか、そういったものと同じ意味を持つ言葉です。ソフト自体にもともと備わっているデフォルト機能に追加して、プラスアルファで後付けできる拡張機能そのものをアドオンと言ったり、プラグインと言ったりですね、アドインと言ったりもします。そしてアドオンという呼び方はサンダーバードを開発しているモジュラ、それ以外には Google も使ってるみたいですが、若干ね、独特な呼び方じゃないかなと思います。はい、それではアドオンの意味が分かったところで、サンダーバードの拡張機能にはどういったものがあるのか、代表的なものをざっくりとご紹介します。まずは送受信フォルダやアカウントの並びを自由に並べ替えることができるマニュアリーソートフォルダーズ、それから作成したメールの送信時間を設定できるセンドレイター、迷惑メールやスパムメールが届いた時に怪しいかどうか見分けるためのスパムスコアが確認できるスパムスコアーズ、その他たくさん用途に合わせていろんなアドオンが用意されておりますけれども、今回はその数ある中で私デジ君おすすめのアドオンを一つだけご紹介してまいりましょう。はい、それはこちらマニュアリソートフォルダーズでございます。先ほどもご紹介しましたが、これはフォルダやアカウントの並びを自由に並べ替えることができる拡張機能となります。サンダーバードのフォルダ仕様は Windows を使っている人にとってはとっても馴染みのある形式ですので、受信とか送信を細かく仕分けしたい場合、とっても使いやすい仕様になっています。なので私デジ君は受信トレイや送信トレイの中にこんな感じで仕分け用のフォルダをたくさん作っております。なぜここまで増やす必要があるのかというのはですね、こちらの動画をご覧いただければ分かっていただけると思いますので、概要欄にリンクを貼っております。ぜひね、この動画と合わせてチェックしていただけると嬉しいんですが、現状こんな感じだということでございまして、こうなってきますと必要なフォルダにたどり着くまでにスクロールして探す必要がありますよね。なのでよく使うフォルダを上の方に配置しておきたい。だけれどもこのサンダーバードにはフォルダを並び替える機能がデフォルトで搭載されておりません。これがとってもストレスなんですよね。そこでこのマニュアリーソフトフォルダーズ、これさえあればその悩みは解決します。そのダウンロードの方法は一番上にあるメニューバーに表示されているツールの中に入ります。次にその中にあるアドオンとテーマをクリック、そしたらこのような画面になります。こちらのページでいろんなアドオンを探してダウンロードできるようになっていますので、今回は一番上のアドオンを探すというところにマニュアリーと入力し検索をかけます。そしたらマニュアリーソートフォルダーズの拡張機能が表示されます。ここに書いてある機能説明はだいたい英語のものが多いんですが、今回はせっかく日本語で書いてくれていますので読んでいきましょう。この拡張機能は手動または自動、どちらか好きな方法でサンダーバードのフォルダペインのフォルダの並び替えを可能にします。またフォルダペインのアカウントも並び替えることができますということでございます。すごいですね。ありがたいですね。はい、それではダウンロードを進めてみましょう。こちらのサンダーバードへ追加をクリック、そうしますとこのように警告が出ます。この拡張機能は以下の権限を求めます。サンダーバードとコンピューターへの完全な無制限なアクセスというふうに書かれておりまして、
本当に追加していいですかみたいな内容になっております。アドオンの中には追加することによって何かしらの悪影響を及ぼす可能性があるものも中にはあるかもしれませんので、よく考えていただいて自己責任で追加してください。私デジ君はどうしてもこれが必要なので追加をクリック。そしたら追加されましたというのが出てきますので OK をクリック。これで拡張機能が完了しました。はい、ではですね、このマニュアルリソートフォルダーズを入れたことによってどのようになったか見てみましょう。今回試しに受信トレイの中にこのような3つのフォルダを作成してみましたので、これを並べ替えてみたいと思います。その方法は一番上のメニューバーのツールに入ります。次にフォルダの並べ替えという項目がこのようにアドオンをダウンロードしたことによって追加されていますので、それをクリック。そうするとこのような感じでマニュアルリソートフォルダーズの設定画面が表示されますので、一番上のフォルダの並び替えタブを選択します。もしね、複数のメールアドレスを管理している方がいれば、この左側にあるアカウントの並び替えのタブを選択することでアカウントの配置も変えることができます。今回はフォルダの並び替えで進めていきます。次に左側の枠内にある移動したいフォルダを表示させて選択します。これはですね、フォルダだけじゃなくて受信トレイとか送信トレイとか下書きトレイとか、フォルダが入っているトレイ自体の上下もこちらの画面で変更できますけれども、今回はフォルダの並び替えをやってみたいと思います。このように移動したいフォルダをクリックすると青く色が変わって選択できますので、この状態でこの右側にある移動したい方向の矢印マークをクリックします。そしたらこのように上矢印を1回押すと1段上がって、2回押すと2段上がるという仕組みですので、移動したいところまで移動させて最後にフォルダペインの更新をクリック。これで移動が反映されましたので、もうこの設定画面は閉じても大丈夫です。はい、というようなアドオンのご紹介でした。若干フォルダ移動の方法に不満が残りますね。できればドラッグ&ドロップでより直感的に移動したいところでしたが、ないよりは全然マシですかね。ぜひ皆さんも試してみてください。デジ君式デジタル道。はい、ということで今回はサンダーバードのアドオンについてご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。私デジ君としてはすごく助かるなという印象でした。こうだったらいいのになという形に 100% 該当するものはないかもしれませんが、アドオンを利用することでサンダーバードがより便利になったのは間違いないのかなと思います。ただし注意しなければいけないことは、このアドオン自体サンダーバードが作成したものではないことが多くて、一般個人の方や企業が公開してくれているものが多いので、サンダーバードのバージョンによって互換性がないものや多少危険性が伴うものもあるかもしれません。そのあたりはよく調べて追加する必要があるかと思いますけれども、必要な人にとっては喉から手が出るほど欲しい機能がピンポイントで手に入ったりしますので、我々ユーザーにとってはとってもありがたい機能となっています。サンダーバードを使っている皆さんにはぜひ使っていただきたい機能となりますし、もしね、今ご覧の皆さんの中にサンダーバードを使っていない方で、今回ご紹介したアドオンに興味がある方がいらっしゃれば、ぜひね、サンダーバードに乗り換えてみてください。とっても使いやすいですから、おすすめです。先日投稿したこちらの動画でも、サンダーバードの魅力を私、デジ君が熱く語っております。ぜひ合わせてチェックしていただけると嬉しいです。そして、今回もしも、サンダーバードがいいなと思ってくれた方の中に、お金持ちの方がいらっしゃれば、サンダーバードに寄付をお願いします。サンダーバードは無料ではありますが、寄付金によって運用されておりまして、常に寄付を募っております。皆様のご好意が、さらに使いやすく、さらに多くの人に愛されるメーラーに進化していくきっかけになりますので、ご支援いただけたらとっても嬉しく思います。はい、ということでこの動画をきっかけに、皆様の仕事環境が今より快適に、そして皆様の仕事ぶりが今日よりさらにパワーアップして明日を迎えていただければとっても嬉しく思います。皆様のさらなるご活躍を心から応援しています。今後もこのチャンネルではいろんな角度からデジタルと向き合っていきたいと思いますので、もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録、さらにはコメント欄で感想など書いていただけると嬉しいです。それから Twitter、Instagram、ゲーム実況チャンネルもやっています。概要欄のリンクからぜひフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデジ。